滝神社は、岐阜県美野市おつがりにある神社である。甲賀山を囲む、甲賀六社の一社で、板取川の支流の乙、刈川沿いにある。社殿によると、天略年間、この地に妖怪去る、虎蛇が住み着き、村人に危害を加えているのを聞いた朝廷が、藤原隆光をこの地に使わし、妖怪を退治させたという。この時、甲賀山大本神宮大行寺神社を再建し、 七中夜妖怪退治の祈願をしたという。高光が妖怪を追い求めて、高賀からおツカリに来た時、山全体が黒雲に包まれて進めなくなってしまった。その時矢を黒雲の中に放つと、雲がなくなり、やがて滝にたどり着いた。この滝の近くのらが去るトラヘビの住処であった。高光はこの滝で野宿をすると、滝の神々が妖怪を追い払う夢を見た。 そこで滝のほとりに祠を混流したのが、滝神社の始まりと伝わる。岐阜県関市の甲賀神社にある、高光港と去る、虎蛇の津山麓から望む、甲賀神社の鳥居と甲賀山、甲賀山を主法とした山の山麓にあり、甲賀山を囲む6つの神社。かつては六社巡りという、この六社をおね伝いに追日で歩いて巡る国行が存在した。ありがとうございます。